You've never seen that papita. You can find it fun. You find it fun. It's not a man with dog TV. My stuff we check a block. Still today I have decided to enjoy all my own life. What are you doing for blood? Would you like to have a chat? ママテレ始まりました。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はふさこママにも来ていただきまして。こんにちは。どこ向かってるまあでも早いものでも11月最後の週末でございます。バタバタしますね。というか何この色主張から、主張が強い。いやなんか別にね、こうなっちゃうのよね。不思議なもんですよね。本当に毎回もう止まったらいいのか進んだらいいのかがわからないっていうこの信号からね止めてください。そうですね、はい、私はストップしないといけない。暴走しますから気をつけましょう、はい、さあ今日のママテレはですね、子どもたちの習い事についてちょっとみんなとお話ししていきたいなと思います。習い事ってどうですか、うん、子どもたちの習い事結構悩んだりとかは経験ありますか。うん、悩みました。なんか子どもたちにはなんか夢をたくさんこう預けたいので、いろんなこと可能性を伸ばしたいなって思っておりました。結構いろんなところに挑戦は、挑戦をさせたかったんですけど、うん、その通りにはならなかった。でもあれはどう、これはどうっていうのはやりました。なんか面白いところでなんかこうないんですか。いや面白かった何事の面白さを習い事に求めるんですか。ユニークな習い事ってことですか。そう人とは違うってことですね。そう一般人が選ばない。そんなのあるんですか具体的にじゃあ何ですか、ね、あやっぱりこれからあのバイリンガール、バイリンガールですね女の子限定じゃないんでバイリンガールめちゃみっけもうすごいオープニング冒頭で取れ高が高いんですよ本当に英語をね、そう堪能にしてゆくゆくなんか留学してほしいっていう感じで、うん、名前もちょっと横文字っぽくしたんですけど、うん、本当に思う通りにならなかったんです。 あんまり英語は好みではなかった。好きだったんですけど、いい先生と巡り合わなかった、うん、いい教室と。うん、結構探すよね。探しました。うもうふさこさんはね、うん、お子さん3人素晴らしい活躍ぶりですけど、結構習い事はされてたんです。英会話とかも幼稚園とか低学年の頃させたけど、何の役にも立ってません。あ、小さい頃の、ちっちゃい頃の。だからやっぱあの親も子も本当にやる気があって、真剣にやらないと、ただ習わせるだけじゃダメですね。もう中学校の英語で十分でした。なるほどね。まみちゃんはまだまだ悩んでる感じかな。いやもう本当悩んでます。さこさんがおっしゃってた英会話に今うちの長男が楽しんで通っていて、うん、多分メンバーと先生がすごく楽しいんだと思うんですよ。見るの楽しいなと我が家では思ってるんですけど、一方下の子が最近、うん、あのパルクールってご存知です、うん、忍者の動きして、いろんな障害物飛び越えていく、すごい人気のね。そうなんですよ。身体能力高くないとできないですね。うん、ですよ。それはいいかも。それをテレビで芸能人の方がされてるのを見てて、マミこれがしたいって言ったんですけど、県内にありますパルクールできるとこもしよかったら教えていただきたいんですけど。でもなんかあれなのかな、こう体操とかまずそこで身体能力を高めてって感じかな、ね、体幹を鍛えるって感じですもんね、うん、それがいいかも、ね。まあ、でも本当にも今いろんな種類の習い事ありますんでね、悩んでらっしゃるお母さん方も多いんじゃないかなと思いますけど、実際にスタジオにもいろんなこう習い事のヒントになるようなもの並んでますよね、まあ、テニスラケットとかね、野球とかそろばんとかピアノとか、これだけね子どもたちの夢をね、みけちゃんが言いましたけど、こう未来に託したいなっていう思いがねあるんだなと思いますけれども、実際今の習い事事情今時どうなってるのかというのを、あの子どもたちのこの情報誌としておなじみのウィズプラスの編集部さんに聞いてきました。さあまずですね、アンケート去年行われたそうですね。習わせてる人が多かった習い事上位3つ、このスタジオにもヒントがございます。なんだろう、まず3位は何でしょう。3位は、うん、野球じゃない。野球ね、野球少年とか野球少女多いよね。多いですよね、うん、多いですよね、うん、
3位はですね、その絵本を見てください、英語ですね。英語、3位はやっぱり英語、英語か、これね、絵本でまた英語を、ね、分かりやすく楽しむようなやつだから、本当にちっちゃい頃から耳を慣れさせるっていうね、それがいいって言いますよね、英語ってね。さあそして2位です。2位は何でしょうか。野球じゃないですか。ね、さっきも野球でおっしゃいました。違います、1位まで行くパターンですよね。水泳、水泳、あ、スイミングも、ピアノ、ピアノ、ピアノ、あ、正解。あ、ピアノ、ピアノ。2位はピアノです。へー、ピアノ習ってると何かと良くない。そう、うん、休み時間とかにあの教室のピアノ弾ける子、うらやましくなかった。うらやましかったです、ね、トレンドのポップスの音楽とかさらっと弾けたりとか、ね、それかわいい。そう、ということで、じゃあ1位は何でしょうか、まみちゃん。野球じゃん。ありがとうございます。なんと1位はスイミングです。あ、1位がスイミング。野球じゃなかった、ごめんね。野球も人気だったじゃないですか。野球も人気なんだけど1位はスイミングというね。なるほど。376人の方回答されて65人がスイミングということですけれども、その他にも本当にいろいろあってですね、幼児教育、通信教育、そろばんのお勉強系とかね、あとサッカー、空手、野球、スポーツ系ね、それからダンス、バレエ、絵画とかお絵描き、本当にいろんなジャンルがあるということですけれども、いろいろ検索すると宮崎でもたくさん習い事出てきますんでね、なんか子どもたちが興味持ったらやってみてほしいなと思いますよね。興味を持たせるこう誘導がね、なかなか無理やりは絶対ダメだからね。やらされる。そうですよね、じゃあその習い事を選ぶポイントなんですけれども、ちょっとこちらをご覧いただきたいと思います。習い事教室を選んだポイント、まあ家が近いとか先生がいいとか、これ見てください、バランスほとんど同じ割合の回答なんですよ。本当ですね。だからこれだけ皆さんポイントが違うっていうことでもあるし、ポイントがたくさんあるってことですよね。本当ですよね。ただやっぱり家が近いというか送迎しなくていいのはね、助かりますよね。そう、ね、ちょっと大きくなると自分で行ってくれるから、小さい時はね送迎しないといけないけど、ちょっと大きくなると自分で行ってくれるっていうので、この場所もね結構大事だし、やっぱりその先生とのフィーリング、マッチングというか、相性ね。そう、あとやっぱり大事なの金銭的な部分ね。そうですよね。どれくらいお金をかけてるかっていうのもちょっとデータがありまして、知りたい。1人当たり月にかけている習い事の平均の金額なんですけど、平均やっぱり5000円から1万円台が全体の 45% ぐらいということです。5000円から1万円ならなんとか避けるかなっていう、お母さん頑張って稼ぐよみたいな。そう何かを、ね、我慢したりとかね。だから家計も、それから送迎時間も、そしてもちろん子どもたちのやる気も無理のないように選ぶっていうのが続くポイントかなっていう気がしますね。さあ、ウィズプラスの編集部さんからなんですが、習い事を始めるきっかけは子どもが希望したから、体験教室に行って楽しそうだったからという理由で始める方が多いということです。始める前は子どもに合ってるかちゃんと続くか不安も多いと思うので、一度体験教室に行って子どもの様子をちょっと見てみるとどうですか、ということですね。まあ子どもたちが楽しく行けたら親もこうサポートしがいがあるから、そこですよ ね無理やりあった。そうそうそう、私も本当にもうこの時間になるとぐずり出すっていうね。悩みません。そこで頑張らせることも大事。不思議ですよね。だから子供に、私も榎田さんと同じように、もうやめる、どうぞやめてもいいよってすごく言うんですけど、やめない子供が嫌だみたいな。なぜそこまでと、こっちはちょっと思うんですけど、それが今子供の中で葛藤してる、頑張ってる時なんだろうなってすごく感じるんですよね。でまたこれが高学年になってくると、本当に勉強とか部活とかの両立で、この習い事を続けられるかっていうのが、またいろんな過渡期が来ると思いますけれども、本当にお子さんとしっかり話し合える環境で習い事を進めていくっていうのが一番いいのかなと思いますよね。どうですか先輩として。最後に私一言言っていいですか。何でしょうか。いや、中学校まで子どもたち3人、男女男でピアノを続けたんですよね、部活もしながら。でその時辛かったんですけど、3人とも20歳を過ぎて、
習わせてくれてありがとうって言ってくれたんですよ。いいよな、うん、なんか習わせてくれてありがとうって言われた時にはもう私は、だから頑張ってくださいね。ね、頑張ってね。さあ、この習い事などですね、いろんな情報が記載されてますウィズプラスなんですけれども、スーパーなどに置いてあるということですので、ぜひ皆さん手に取ってご覧になってみてください。今日は習い事についてお伝えしました。